こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は立地最高の大人気ホテルとピッカピカの新ホテルご紹介したいと思います。まずは今一番熱いスポット、トゥリータウンから徒歩数分の大人気ホテルご紹介したいと思います。いろんな情報で目にしたことある方いらっしゃると思うんですが、アンバーパタヤというホテルになります。パタヤチャンネルではまだご紹介したことがないホテルになりますので、満を持して登場という形になりました。通りからも少し奥まったところにあるホテルになりますので、意外と静かな環境になってます。そしてシャトルバスもありまして、先端だとかターミナル21など主要なところに送ってもらえるみたいです。地下には駐車場もありますので、車やバイクで来ていただいても止めることが可能です。まだ比較的新しいホテルになりまして、エントランスもすごく綺麗です。建物は7階建てになりまして、廊下はこんな感じになってます。早速お部屋の中をご紹介したいと思います。今回ご紹介しますお部屋はプールビューのデラックスルーム30平米になります。無料のお水2本とコーヒー紅茶がついてます。シンプルなお部屋にはなってるんですけれども、まだ新しいということもありまして、清潔感もあっていい雰囲気だと思います。すごく使い勝手がいいなと思ったのは、洗面台が外に出てまして、シャワールームとトイレが別々になってます。そしてこちらがシャワールームになってまして、手で持つハンドルのシャワーと上に備え付きのシャワー2種類があります。そしてその隣の扉がトイレになります。小さいんですがバルコニーもついてまして、灰皿が備え付けられてました。街中なのであんまり景色は良くないんですけれども、内側のプールビューということで下の方にはプールが見えます。そしてその上から見えてたプールがこんな感じになってます。かなりデザイン的には凝って作られてまして、すごくおしゃれな雰囲気になってます。上の段にもプールがありまして、こちらからの景色がこんな感じになります。そしてプールの隣には小さなお部屋なんですけれども、ジムが設置されてました。そしてかなり人気のこのホテルなんですが、お値段も少しずつ上がってまして、現在1400バーツぐらいからとなってます。日付によってだいぶ値段も変わってくるんですけれども、オフシーズンになればもっとだいぶ安くなるんじゃないかなと思います。こちら1月の値段なんですけども、安い日は1400バーツ以下からあります。続きましてご紹介しますホテルはノースパテヤに新しくできたホテルになります。セントラルマリーナ向かいのソイニオ奥に進んだところにあるホテルになります。雨が降ってる日の撮影になってしまったんですが、こちらがソイニ側から撮ったホテルになります。まだできて間もないホテルなんですが、パヤーホテルと言います。そしてソイ3側からも入れまして、こちらの方は駐車場もあります。そしてこのパヤーホテル、評価がかなり高くてアゴダで 9.4 となってました。1階のロビーもこんな感じでちょっと豪華な感じで作られてます。まずはそのロビーの隣にあります朝食会場で朝食をいただきました。バイキング形式ではなくて、セットの朝食を6種類の中から1つ選ぶ形になります。まずアメリカンブレックファーストからご紹介したいと思います。まずコーヒーとオレンジジュース、お水が出てきました。サラダは別皿で出てきまして、結構量がありました。上にバルサミコ酢がかかってます。トーストは1枚でバターとジャムがつきます。そしてメインのプレートがこちらになりまして、目玉焼きが2つ、ベーコン、ハム、ソーセージ、ミックスベジタブルに焼いたトマトが乗っかってます。
そして3種類のフルーツが盛られたプレートも出てきまして、パイナップル、スイカ、パパイヤでした。こちらがアメリカンブレックファーストのセットになります。続きまして、パンフライドエッグ、貝型のセットになります。かなり具沢山の貝型になってまして、見た目も結構美味しそうでした。メインのプレート以外のパンやサラダ、フルーツ、ドリンクなどは最初にご紹介したフルアメリカンブレックファーストと全く同じになります。ということで、バイキングではなかったんですけども、結構ボリュームがありましたので、お腹はいっぱいになりました。では豪華な雰囲気のホテル内の施設とお部屋をご紹介したいと思います。ホテルは8階建てになってまして、最上階の8階にプールだとかジムがあります。まず先にお部屋の方をご紹介したいと思います。ちょっと変わったお部屋になってまして、こちらグランドデラックスルーム35平米になります。置いてある家具もアンティーク調のものがすごく多くて、高そうですし、おしゃれで雰囲気がめちゃめちゃいいです。かなり久しぶりに黒電話を見ました。そして気になるのがこちらのカーテンの奥なんですけれども、こんな感じになってます。なんと部屋にバスタブが設置されてます。すごく変わったスタイルのホテルになると思うんですけれども、デザインにお金もかなりかけてるんじゃないかなと思います。バスタブ以外にトイレとシャワールームは別々になってます。そして小さいんですけれども、バルコニーもあります。真正面に見えますのがソイ3になりまして、景色自体はあまり良くはないです。無料のお水もついてまして、紅茶もすごく美味しそうなものが置いてありました。続きまして、8階にありますフィットネスやプールをご紹介したいと思います。プールはルーフトップになってまして、そんなに大きくはないんですけれども、天気が良ければ気持ちよさそうです。そして一応フィットネスルームもありました。ただあまり力を入れてないようで、器具も少ないですし、窓もなくてスペースも小さかったです。そして宿泊料金は一番安いお部屋で1700ちょっととなってます。今日ご紹介したお部屋はプラス500バーツぐらいで、朝食もだいたい2人で300バーツぐらい追加するとつけられます。以上、今回は大人気ホテルアンバーパタヤと新しいパヤーホテルをご紹介させていただきました。次回あさっての動画が今年最後の動画になります。今年紹介したたくさんの飲食店の中で、パタヤチャンネルが特におすすめするトップ5を紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリック、よろしくお願いします。ありがとうございました。